おはようございます。おはようございます。中国東方航空をご利用いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、メアハブちょっと待って、切れ目がね、ミサトが感覚するピンポスってあんま使えないことやろ。どこに使いたくても使えないだろ。使えばいいんだろ。なんでだよ。こっから見たら握り飯を首から下げてる人みたいになってるよ今。これ握り飯みたいな。握り飯みたいになってる。昔の人ってこういう布にくるんで。そう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 。あ、それです。それです。それでした。一緒に同行する予定のハマさんが来ません。来ません。来ません。5時50分ぐらい集合なんですけど、到着が6時。40分ぐらいになるみたいで、もう受付カウンターのお姉さん方が2人あったんですよ。最初のそのチェックインの手続きと、あの荷物預ける手続き2人いるんですけど、それぞれにそのハマーさんが来なくても行きますかって言われて、はいってこれハマーさん、伊達さん、おはよう。おはよう、ハマーさん。ごめんねということで、はい、早いよ。美佐子が今回は完全カメラマン&ディレクションすると言っていましたが、ちょっと想像より早かったよね。そうだね、美佐子の情報もったいぶれなかった、ね、もったいぶれなかったね。全然だよ。今台湾で美佐子人気マジすごいからあれ何なんだろうね。なんかコメントついてたけど、向こうの女優さんに似てるみたいな。なんか ねそういう風に書かれてるね、確かに検索したら似とったわ。同い年なのよ。それすごくない？そう、6時です。6時だからね。私もゼロ睡眠やから。ミサコもゼロ睡眠です。ハマーさんは果たして乗れるのか、うん、そうだね前回はパスポートをなくし、今回は乗るはずの人が来ない。来ない。不安です。不安です。来るかな、わかんない。来ないパターンあるかな。いや、来ないパターンはないでしょう。ハマーさんは別便で行くわー、なんか穴取れたわーって言って、ね、いい飛行機で来そう。来そう、確かに、うん、ということで、はい、ハマーさんを我々は一旦待ちたいと思います、うん、ハマーさん頑張れー。ハマーさん早く来て。今回はですね、台湾に行くときに、両替、皆さんすると思うんですけど、この両替を一体どこでどうすれば一番お得なのかって、今いる空港はどこですか、美佐子さん。羽田空港。羽田空港。エクスチェンジって書いてありますね。はいはい。大体の日本人はここで両替するわけじゃ。うん。アホかと。あら。今ある日本円を台湾ドルに換えるときに、ここがどれぐらい その割合のパーセンテージで交換できるかっていうのがレートなんですけど、これがまあ安いところと高いところがあって、ここはこれが4.05。これ逆ね、これ台湾ドルを日本円にしたとき、はいはいはい、でさっきのは、日本円を台湾にしたとき、いくらかっていうと、はいはい、計算できる？こんな朝早くに。そう、今できないなって今思った台湾ドルの1元にするために、4.05 円必要っていうことです。そう、はい、ってことは、じゃあ100元両替したいなと思ったら、100元を手に入れるために405円が必要、うん、はい、これが今現在このさっき言ったロビーのレートになります。はい、はい、じゃあ次の場所のレート見てみましょう。はい、飛んどかなくていいの。あ、はい、飛んどいて飛んでほしいの。飛んでみてよ。わかりました。じゃあ次の両替所行きます。本当に飛ぶんだろうな。わかんない。飛ばない可能性あんのこれ。やばくない？今のちょっと首負傷したんだけど。やばい、伊達さんのヒットポイントがたどさがある。
出国審査が終わりまして中に入りました。いや中のですね、両替の話をする前に、まずそもそも本日の、レート、これは国が定めてレートがありまして、こちらはですね、3.55円、こちらが本日のレートになっております。はいはい、はい、これと比べると随分高いでしょ、4点、これが、1ドルを買おうと思った時にかかるお金なんだけど、これは本当はそうなんだけど、まあ、他の手数料とかがいろいろあるので、まあ、4.05 っていうのがさっきのところですね。うん、はい、いくらやの？4.08。はいはい、4.08、もっとよりもちろん高い、あれですよ、切羽詰まってるって考えて、高いって考えればいいですよね。そう、だからボーリング場のジュースが150円のはずなのが200円っていうことよ。あれですよ、富士山の何合目かを上がっていけば上がっていくほど、それは人件費あと運搬費、ね、そうそうなの、違うの、広い意味で運搬費ってことにならない、広い意味でな、広い意味でな、広い意味、あれよ、お土産を買うときに、駅のお土産屋さんよりも道の駅とかで買った方が安いんじゃ、スーパーとかで買った方が安いのよ。まあそう、もうダメだ、ダメだダメだダメだ、向いてねえ朝ダメじゃ、ダメだ、伊達さん、はい、来たよ、来た、じゃん、はい、皆さんこんばんは、こんにちは、だ、おはようございます。違うな、もうほぼね、昨日の夜からね、一日繋がってるからさ、こんばんはだよね、こんばんはの中学なんですよ。どうも皆さん、お久しぶりです、天ヶ崎美希です。今日ね、本当はね、集合時間が、5時55分だったんですけどね、私が余裕のね、あの大遅刻を余裕の大遅刻って新しいね、はいはい、でさ、オンラインチェックインできる前提で動いてたから、そうだよね、そう、できなかったら、そうだよね、席バラされちゃうよね、そうそうそう、しまった、そうなんじゃよ、うん、オンラインチェックインできないこと、でも私も知らなくて、なんかついさっき寝る前に、あ、オンラインチェックインしとけばいいんじゃんと思ったら、なんかできない、なんかクラスですって言って、え、我々クラス低いみたいな感じで、はい、私たちは格安航空券で、はい、格安に旅行するのでクラスが本当です。なるほどね、うん、そういうのなんだね、気をつけなきゃいけないね、いや、もうハンマーさんとね、こうやって旅行に行くのめっちゃ楽しみだったから嬉しいよ、うん、私もすごい楽しみだったから、ただね、ハンマーさんが多分思ってる5、6倍過酷、え、もう前回すごいバテたから、それを見越して、おー、旅のしおり、やば、今回もね、ちゃんと注意事項から始まっているわけですよ。道に迷ってもタクシーに乗ってここ行ってって言ったらホテル帰れるよっていう地図なんじゃ、完璧やないか、すごいだろ、1日目さ、もう詰め込まれてない、おっと、ほら本当だな、なんか言ってたの全部見させてもらって、私もやってみたいっていうのちょっとある、え、なに、高速充電、違う、高速充電は、いっとく、一杯いっとく、スクラッチ、あ、スクラッチ、スクラッチ、ご興味ある、超興味ある、今回は前回と違ってね、皆さんからいろんな意見をいただいて、コメントいただいて選んだのがたくさんあるから、ありがとうございます、先生、先生ですよ、だからそこも結構盛り込んであるから結構楽しみ、そうね、なんか行かないとこもね、でも前回行ってないとこも行く、そう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 、だからかなり楽しみでございますので、はい、台湾大人旅、皆さんご期待ください。ハマーさんの大人旅感がすごい、うん、大人旅感ある、だって何そのカバン出張、かわいいでしょ、そう、ミサコよ、私コンセプト違いだな、カバンの話、そう、なんか大人旅感がすごい、身軽、うん、身軽、
パンパンに入れてるの。私もよ。あ、こちらで。では、後ほど。ハバナイスフライ。はい。よいしょ。ハマーさんはね、後で来たから席が離れております。はい。偶然にもね、外側なんでね。いいっすね。良いかと思います。これさ、そうなんだよ。いつもここで写真を撮りたいんだけど、みんな出来上がらなすぎて撮れないんだよ。ウェルカム台北だよ。あとは地に足をつけるだけだ。イエホーイ、ね、見てこの大人旅感、すごない？美佐子のファッションチェック。まず足元はネイビーのロングスカートで決めてきました。足元に光るニューバランスのロゴは、今の流行りを象徴しています。そして首元にはスヌード、その上にメガネとマスク。さて、前はね、ピンと2人と思ったから、今回は、しっぽりとやってやりますよ。そうですよ、しっぽりと大人の魅力を見つけてやりますよ。よし、はい、バイバイ。エロい、完全にエロい。大人旅始まってる。こういう女いるよなって男子が話題に出すタイプ。いるいる。あ、こんなにこの人食に貪欲なんやって思って。お前も。そう、そう。胃袋が足りん、胃袋が足りんってもうなんかことあるごとに言ってて。